皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球チーム袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはハイトスサーブが難しくて悩んでいた方へっていうのをやろうかなと思います。まあ、ハイトスサーブっていうと皆さんこのトスを高く上げてサーブを出すっていうサーブだ、まあ、ご存知だとは思うんですが、今世界日本でももうトップ選手でも必ずって言っていいほど皆さんやります。でやっぱりハイトスサーブのメリットとしては回転量がこのボールの落ちてくる勢いを利用できるので回転量が非常に強いサーブが出るっていうのと、あとは相手のタイミングが合いにくい、こう上げてる間にやっぱりこう構えてる間はやっぱこうレシーブしにくいですよね。タイミングがショートサーブに比べたら体の入りが難しいっていうのはやっぱり相手からすると感じるので、なのでタイミングが合わせられづらい、効きやすいっていうメリットが、まあ、いくつもある形です。なのでハイトスサーブを今この時代に覚えてない方はぜひ覚えてみてください。で実際私も今ハイトスサーブってすごいハマってまして、すごい効果的に効くので、まあ、今取り組んでます。でハイトスサーブ、まず今回3つの手順があるんですが、1つ目のポイントですね。で1つ目は、まあ、トスをどうやったら綺麗に上げるかということで1つ目ちょっとまずやろうかなと思います。でこのトスを高く上げるっていうのは皆さん結構難しいかなと思っている方多いと思います。でショートサーブはまあこのぐらいのトスでいいので、まあ、簡単です。まっすぐ上げるのは簡単です。でも高く上げるハイトスサーブはこう高く上げた時にこうやっぱりやっぱちょっとこうやってずれてしまうことがこうやってあるんですよね。でこれをどうやったら綺麗に真上に上げるかといいますと、大事なのはこの膝を使ってください。ハイトスサーブ普通にやるときにこれ手だけでこうパッと上げるとやっぱり手の力に任せちゃうのでこうやっていっちゃうんですが、膝を最初にこうしゃがみます、入ります。で膝入れてで膝で上げるっていう感じですね。膝で飛ばす。そうするとこうやって見ると分かるんですが、綺麗にこう自分の手元でこう膝を使う、まあ屈伸をちょっと使う、屈伸やるような感覚で1、2、1、2、綺麗に真上に上げることができます。ぜひうまくハイトスサーブちょっと怖い意識がある方とかどっか届くか分かんないっていう方はぜひこの膝っていうの非常に大事なので、これでまずトスをきれいに上に上げれるよう練習してください。で手順2つ目ですね。でトスがきれいに上げれるようになりましたら、そしたら今度はハイトスサーブのメリットっていうのはやっぱりこう上げてる間にラケットを動かすことがかなり重要です。ショートサーブだとやっぱりこのラケットを動かす時間ないんですけど、でも高く上げてる分こうラケットを動かしやすい、こういう感じですね。こうラケットを回しながら打つ、ラケットをこう後ろに引きながら打つ、こう顔の前に出してラケットを動かすなど、こう上げてる最中にラケットをいろんな方向に動かすと相手に非常に効果があります。でさらにこう動かす時のメリットがさらにありまして、こう動かしながら切るとすごく切れるんです。ラケットの、まあ、動きがこう加速している状態でそのまま勢いでガッと切るのですごい回転がかかるという形です。いきなりこう静止した状態でこうやってやっても十分切れるんですが、やっぱ止まってるものを動かすのは結構やっぱ力いるし、急には早くやっぱりなりにくいですよね。やっぱりこう最初から動いてる状態で最後にガッと動かす方がブチ切れでサーブを出すことができます。なのでハイトスサーブやっててもあんまり効果ないなって、リスクある割にはあんまりないなと思ってる方はきっとこの最初のこのトス上げてる時のこのモーションがないのか、空間をうまく利用できていないっていう もったいなさがあるので、ぜひ皆さんこう動かしてやるっていうのを意識してみてください。で3つ目のポイントですね。3つ目はこのハイトスサーブを有効に効かすためにはサイドスピン系のサーブがおすすめかなと思います。やっぱり上から落ちてくるこの勢いを利用できるのはやっぱ下もやっぱかかるんですけど、
やっぱり世界でハイトスサーブの名手のイメージ、たくさんいる強い選手いっぱいいるんですけど、やっぱり皆さんハイトスサーブからのサイドスピンサーブですよね。これで得点を強烈に上げています。なのでこう上げて横回転を強くかけるっていうのを心がけてください。で、得点、ハイトスサーブで直接狙いに得点を取りに行くなら、必ずこの横系のサーブを入れるっていうのが、あのハイトスサーブを、まあ、効果的に使う必殺の展開の時、どうしても点数取りたい時に、いきなりショートサーブからいきなり内容になってハイトスサーブにいきなり変えて打ち切りの横を出すっていうのも効果的です。まあ、それくらいあのハイトスサーブの横回転っていうのは非常に効くので、ぜひ皆さんあのサーブあのまだまだこれから多分開拓しがいめっちゃあるサーブなんで、あのハイトスサーブで横を強くかける、そしてモーションを事前にこうやることでスイングスピードをアップさせる、あとあとトスをきれいに上げるっていう、この3つをちょっと今すぐ皆さんできるので、簡単にできる直接サーブで点数を取りに行くという、あの今までとは違うそのガチで1点それだけで取りに行くサーブのやり方なので、ぜひすぐ取り入れてみてください。卓球ハウスの現状が天井がちょっと低いので、あのハイトスサーブといつもちょっと低めに今回はなってしまっているんですが、やり方は一緒です。まず手順の1つ目はトスをきれいに上げるっていうことです。まず悪い例をやります。手だけでやるとこうやってあっちに行ってしまったり、こういろんなところに行ってしまいがちです。で、ここで膝を使ってください。1、2、1、2、1、2っていう感じでキャッチボールできるようにしてください。今度手順には実際サーブをやりに行きます。で、その時にトスを上げている最中にラケットをすでに動かすことで、まあ、あの相手へのモーションもあるんですが、スイングスピードをアップさせて回転量を上げれるという形です。今度は3つ目の手順はサイドスピンを有効活用してください。ハイトスサーブにはやっぱりサイドスピンの、ね、サーブが非常に効果的です。